プーリクンクリット中作クンウィルームはアンプの愛称で知られるタイの歌手、俳優。2011年にタイで実施されたコンテストザスター7の8人のファイナリストのうちの1人に選ばれた。1989年11月2日にタイのパヤオ県チェンカム郡に生まれる。誕生名はシリポンであったが現在のプーリクンクリットに改名している。 チェンマイ大学デモンストレーションスクールに通い、その後チュラロンコン大学の法学部で学んだ。チュラロンコン大学では、大学の音楽クラブ CU バンドに所属していた。2019年6月に出家した。2011年、ザスター7コンテストに参加し、8人のファイナリストの、うちの1人に選ばれる。識別番号5番で参加し、最後の3人まで残った。その後、歌手として、 音楽業界に入る。2021年3月8日に自身のインスタグラムにて10年間所属した GMM グラミーを退社しフリーランスとして活動することを報告した共同アルバムシングル。ありがとうございます。